どうもこんばんは。こんばんは。続きまして、はい、蕎麦湯。蕎麦湯、はい。なんで、うどん屋さんにはないですけど、なんで蕎麦湯はあるんですか？あのね、うどん屋さんはね、釜の、うん、うどんを茹でた後に、釜にですね、うん、うどんって塩が入ってるんですよね。あ、なので、釜に、入れた時に、やっぱ釜がちょっとしょっぱいから多分、うどん湯ってないと思うんですよね。なるほどね。で、蕎麦屋さんの蕎麦ってね、蕎麦を入れたら、その栄養素っていうのは結構釜の方に出ちゃうんですよね。うん、水溶性なんで。うんうん、なんで、蕎麦湯の方が実は栄養度高いんですよ、ね。なるほど。蕎麦は美味しく食べるけど、栄養はこっちに食べる。結構入ってるっていうのも、言えるんですよね。だから蕎麦湯が美味しいんで、最後この蕎麦湯をこのつゆに、今まで濃いかったつゆにこれをに薄めて飲んでいただくと。なるほど、わかりました。じゃあいただきますね。はい、じゃあこれこのままこう注いでいいんですか？そうです。この時にね、ちょっとこれを開けてもらいながら入れてもらうのがいいんですよね。もうそれはなんでなんですか？なんでかというとね、こう空気穴がこれはないんですよ。で、昔のこういう湯筒って言うんですけど、湯筒のやつっていうのはこうやって開けて入れるもんだっていうのは僕ちょっと聞いたんですけども、まあ、昔からこうやったね、っていう風に聞きましたね。確かに穴が開いてないですね、普通急須とか絶対空気穴がありますもん。お客さんよくそのまま入れて空気がゴボゴボってこう空気穴が入らないんで、こぼしてしまう方おられるんですけど、それでちょっと、うん、でこのまま注ぐ量はもう自由なんです。そうですね。僕いっぱい飲みたいんで、もうちょっと入れ、そうですね、入れてもらって、すごいなんかとろみがあってわかります。なんか真っ白系みたいな。そうですね。この白いのは蕎麦 そのエキスがいっぱい入ってるって考えて、ね、だから蕎麦屋さんっていうのはね、行った時よりも、開店当時よりも、やっぱ昼の忙しい時は、1時、2時とかなった時の方が、蕎麦湯っていうのは濃いくなって美味しいって言われる。ああ、なるほど。まあ、お湯を変えてないわけですね、湯がね。そうですね。じゃあ、まずこのままいただいていいですか。はい。うん、美味しい。冬のそばでこういうあったかいのがこれにつくのはいいですね。そうですね。そもそもね。ええ。これはなんか体にいいものを飲ませてもらってる感じがします。ええ、ビタミン、B1 ですかね。うんうん、ルチンとか、そういうものが多いんで、肌が良、かったりとか、血液の循環が良くなったりとか、すごくいいんで、体にすごく、じゃあ女性なんか逆に美容に、ね、しかもそばってあんま太らないですもんね。そうですね。これいっぱい食べても大丈夫ですね、体に、たくさん飲んでもらって、蕎麦屋様カバにいっぱい蕎麦湯はあるんで、ただなんで、あ、そうだね、だからぜひ飲んでくださいということで、でもし半分ぐらい飲んで、もう一杯飲みたいなと思ったらこれとこれ足して飲んでもいいんですか？そうですね、飲み切ってからもう一回作った方が、いや、もうそれはもう本人の個人でこの濃度を自分で確かめながら、やっぱ薄い人がいい人とか、中には蕎麦湯だけの方がいいというつゆも何も入れずにっていう人もいますんで、それは松下師匠から見たら2ですか、ほんまの。まあ、蕎麦のその味をすごく舌で感じられる方なんだなと思いますけど。ああ、だから要するに繊細で汚れてない舌で味覚も発達されてるから分かるってことですよね。分かったりとか、蕎麦がすごい好きなんだなっていう。蕎麦、中にはお客さんつゆもつけずに麺だけそのまま食べはる人もいはるんで。僕からしたらちょっと物足りない気もするんですけど、ね、そのぐらい蕎麦が好きな人もいるんですね。そうですね。いやしたら、試しで、まあ、これ、このまま飲んでみましょうか。どんな味がするかね。なんかもう、パイタンスープみたいなね。でも美味しいですよ。あ、ほんまや。その中に微妙な甘みみたいなのがあったりとか、蕎麦の香りとか。やっぱり感じれるかな。ワインみたいに舌転がす方が感じるんかな。あ、でもなんか、なんやろ。こうただのお湯じゃない深みとか、まろやかさとか、栄養素わかんないですよ、僕の舌ではね、でも例えば風邪引きさんとかがこれ飲んだらなんかいいような、まあいい感じしますよね、白湯なんかよりも全然いい気がしますね、なんか蕎麦がもっとうまく食べれそうな気がしてきた。そうですね。あと焼酎好きな方は焼酎の蕎麦湯割りとかね、これで焼酎を割られたりとか、それは松下さんどこでもできるんですか？あ、どこでもできます。うちでも焼酎一応置いてるんで。蕎麦屋さんのところは、じゃあこういうの割る人いるんですか？今多いですね。蕎麦屋独特の飲み方というか、焼酎。それは僕聞いたことなかった。勉強なんな。どうもありがとうございました。いえいえ。